みなさんこんにちは、こんばんは。私たちベイビーウルフです。アンナです。ミカミンです。キナイです。マリモです。リズです。ワカちゃんです。ユリです。サリンです。シュラちゃんです。はい、今回はこのメンバーで毎日お大人狼をやっていきたいと思います。役職が人狼2人、裏切り者1、他は全員村人になります、うん、で毎日お大人狼ということで、夜が明けるたびに明けるたびに、うん、あのお題が変わる、うん、なんと形になっているので、うん、あの人狼と裏切り者を引いた方は毎日嘘をつき続けて、うん、大変だ、はい、言ってほしいです。詳しいルールはこちら。1日目の、お題を発表させていただきます。自分を液体に例えると何でしょう。液体か、液体ね。ではアンナからお題の答えを教えてください。はい、水、海水。海水、はい、水。麦茶。おオレンジジュース。あー、爽健美茶。おー、雪解け水。あトップコート。トップコート、あれあれあれ、あー、水です。ガチすごいね。すごいね。それでは議論開始してください。どうぞ。はい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 。水多かったね。水誰だった。はいはい、水アンナとひなちゃんとしろちゃん。じゃあ理由聞いてみる。私嘘つくのが苦手だから、うん、水って特に何もないじゃん。あ、なんかそれを合わせたって感じ。あ、ね、違いは。いや、まず人間ってあの水で、あ、確かに確かに、それは確かに。それはひなえじゃん。でもみんなじゃん。そうだよ、例えてないじゃん。ひなえじゃんだなってこと。私は人間です。お、人間なんだ。すごい人間だって。私はそう、何にでも染まれる。私は役者業をやってるから、いろんな役があって、で何にでも染まれるから水かなっていう。ね、かっこいいね。髪もいっぱい染めてるし、ね。ありがとう。え、確かにそうだよね。もういいよ。ちょっとトップコートの。トップコートじゃん。今ではトップコートも良くない。トップコートはさ、いい匂いがするでしょ。しかもさ、普通のネイルとかじゃなくて、トップコート。誰かのこう上にこう保護していきたいご規制を。おー、こう守っていきたい。あ、何それ。本当に水とか言わなかった。いや、ちょっと気にする。私か。うん。マリモ。マリモ。麦茶は、まあ、みんなが好きな麦茶だから、みんなが好きな自分でありたい。あー、いいね。かわいい。かわいい。かわいい。願望を込めた。私は、黄身肌って言われてるので、あ、そこオレンジジュースかな。ちょっとどう。正解。うん、正解。オレンジジュースって感じする。本当ですか。弾ける感じが。あ、それは、わかちゃん、私、爽健美茶なんですけど、爽健美茶って、なんか、若葉っていう名前もお茶っぽいし、しかもなんか、他のお茶と違ってちょっと爽健美茶って癖があるから、なんかちょっと癖のある人間になりたい。あー、いいね。みんなおもろいよ。いろんなものが混ざっているんだね。ということは、人間であり、狼の面もあるみたいな。あ、ね、あ、私は人間です。は私は水は水でも雪解け水です。すごいね。地元の心は、その心は雪国出身ゆえの思考。雪解け水ってさ、嬉しいとかあるの。なんか雪国嬉しい。いや、なんか液体って言われた時に私的に飲み物はまず浮かばなくて、私も最初水って思ったんですけど、そこまで私むくか知らんと思った。謙遜。なんかさ、自分を例えたらだけど、なりたいとかさ、願望系を送るから、その人怪しいなって思っちゃう。あ、確かに。自分を例える思考じゃないところがあるから、嘘をつこうとしてるのかなって思う。マリモちょっと気になってみちゃう。そう、けなげだけどね。ね、かわいいよね。そうなんだよね。海水聞きました。あ、聞いてる。海水、海水、海水。え、ちょっと海水、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 海水はどういった理由で？
いやいや、海水、まあ、まあ、言うまでもないんですけど、すみません教えてくださいまあみんなにこう広くね親しみがあるじゃない、あのどこにでもあって でも摂取しすぎるとちょっと危険みたいなあ、ね、納得しちゃった、今まで納得しちゃったそれ、それちょっと危険、ね、ちょっと危険っていうのがさ、そうそう危ない危ない、納期じゃないさ、冷めらうじゃん、そう一番美味しくないじゃん、そう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 、そういうちょっと危ない面もあるよ、いやみたいな、いやいやそういう面白い、面白い、わかんないよね、すごいミカミンって面白くて個性があることなのよ、そう納得しちゃった、嬉しい、嬉しい、いやなんかね、アンナの言ってた、そのなんだっけ、願望って自分じゃない人みたいな、うんうん、私もそうかな、とか、あ、確かに、とか、あと結局ひなえさん、ひなえさんだよ、私は人間例えてないよ、例えてない、でも、ね、まあ、ひなえイコール人間だからってことじゃない、うん、そう、え、ね、今どうなのかな、うまくやった、おっと、いや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 、あんたたちみずみず同士何やってるの、何やってるの、山城さ、例えばひなえと人狼同士だったとしてさ、同じこと言うかね、そうだね、なんか順番的にひなえが最初だし、しかもアンナも言ってるからって思う、でも、そう思ったら、思ったお茶じゃないんだ、あ、だから私は抹茶じゃないじゃん、いや、そこは違うんですよ、抹茶って、うん、あのドリンクじゃなくて抹茶を攪拌させてるから、水と抹茶なんですよ、味自体はどういうの、ガチガチ、としての優しさが出てる気もする、うん、あ、すごい優しいからね、お茶が強すぎちゃうからね、そうそうそう、お茶を液体だと思ってないっていうことが分かります、いや、そうだったね、まあ、緑茶は液体ですよ、あ、そうだそうだ、いや、初見めちゃもう、え、雪解け水を雪解け水液体だけどもね、自分も高いの、では、議論時間終了です、いや、重いな、一戦の一戦か、何が、ではいきます、3、2、1、トン、じゃあシロちゃん指してる人、0人、トリちゃん指してる人、多いね、3人、ユリ指してる人、2人、若ちゃん指してる人がいなくて、ひなえ指してる人が3人の、トリさんがみんさん、はい、では本日3票3票でひなえさん、とりさんの決戦投票です、自分がいかにその液体かを教えてください、あ、そうですか、トップコートと言いました、青い小鳥です、こんなに怪しまれてると思ってなかったな、それ以上でも以下でもないんだよな、私はネイルが好きなんですね、ネイルが好きでよくトップコート使うんですけど、トップコートがないとネイルって結構ボロボロにすぐなっちゃうんですよね、だからすごい大事な存在で、私もご規制にとってすごい大事始まりだ、まあ、ご規制に限らずね、誰かにとってすごい大事な存在、誰かを守れる存在になりたいなと思ってトップコートにしました、いい匂いがします、はいはい、 いやまず清原ひなえってまずあの人間じゃないですかとりあえずね、とりあえず人間ってなると人間をなんか作り出しているものっていうのでやっぱ水でしかないなっていうね、ちょっとやっぱり頭良くなっちゃったから私やっぱり水でしかないなってやっぱ今日もね、昨日も新しい本2冊買ってやっぱ哲学読んで頭は良くなっちゃったからやっぱ水でしかないなっていう思考になっちゃったんですよね。山城は基本的に人間だと思っていて、もし私を人狼だと思ってあれ守ってるのであればなんか裏切り者もあるかなぐらいで、基本的には人狼っぽくないなって山城は思いました。一旦以上ではひなちゃんに投票したい方はひなちゃんの方を、とりちゃんに投票したい方はとりちゃんの方を指すようにしてください。では決まったら手を挙げて教えてください。はい、ではいきます、決戦投票3、2、1、トン、ひなちゃん指してる方挙手してください。1、2、3、4票、とりちゃん指してる方1、2、3票、では本日ひなちゃんが追放となります。ひなちゃん、お別れの言葉をお願いします。はい、
一旦ちゃんと人間なんで、ちゃんと人狼を2人見つけ出してください。山城は人間だと思うっていうぐらい今思ってるのは以上です。はい、では皆ちゃんが追加されたいのからの差し夜がやってまいります。やってきました。昨日人狼によって襲撃されたのはシロちゃんです。なるほど。それでは2日目のお題をお伝えします。2日目のお題はどんな動物でもペットにできるなら何をペットにしたいですか。どんな動物でもペットにできるなら何をペットにしたい。どんな動物でもペットにできるのならば、私はフクロウをペットにしようかな。私はホワイトタイガーをペットにしたいです。あー、いいね。私はチャウチャウ。ワンちゃんのあれですね、はい、です。私はタカです。タカ、おー、いいね。私トラです。トラ。私はオランウータンです。おー、ね、私はスネークです。ヘビ、ね、ヘビ、ヘビ、スネーク、スネークです。それでは2日目の議論開始してください。どうぞ。おはようございます。はい、ます。意外とあんま怪しいと思う人いない。いなかった。私は三上さんが怪しい。え、オランウータン。いや、これはね、結構納得できると思うんですけど、ね、はい、まずあのやっぱ DNA 的に多分人間に近い、そうじゃないですか。やっぱり落ち着く、落ち着く。で、おっとりしてる。あの、してないよ。猿系の中でも。え、あれだよね。猿系の中でも。パンだよね。パンクは、パンク、チンパンジー。あ、違うそうだよ。オランウータンはもっと大きくてどっしりしてる。怖い。え、怖くない、怖くない。なんか、あの感じが落ち着くのね。だから、なんか、そう、チャウチャウとかワンちゃんとかもいいんだけど、やっぱこう、あーって、なんか一緒にお茶を飲めるくらいのやつ。絶対いい、それめっちゃいいよ。本当だよ。え、なんで一緒に飲めるの。なんで、はい、私も、あ、かも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 、私は、ミカテさんをめっちゃ疑ってしまっている。本当？でも逆に裏切り者で、なんか人狼側に私裏切り者だよって気づいてほしい感じの言い回しから。そんなにオランウータン怪しいかい？怪しいかい？ヘビ、ヘビ、ヘビ、なんかあった時に守ってくれる。おえか、おえか、なんかってヘビ好きなん。うん、普通にこうやってかけたりとかしたい。それさ、ゴリラじゃダメなの？なんでゴリラ？絶対嫌なんだけど。かけるじゃんって、あの防衛。なんでそのサブカに対して。ヘビ、あれ友達が飼ってて、すごい可愛かったの。いいな。あ、なんか可愛い。飼えるんだって思って。確かに確かに。ヘビ可愛いもん。すごい可愛いよ。可愛い。そう。ハランかな。ホワイトタイガー？ホワイトタイガー、はい、気になった。いや、もともとなんかその動物番組とかで、うんうん、あのホワイトタイガーの赤ちゃんとか、の映像見てすっごい可愛いって思ってて、そのままだったら飼いたいなっていうのをずっと。あー、ちっちゃいあれだったらね。そう、もうどんどん当然成長してすっごいサイズになったらさすがにあのお家で飼ったりとかできない。なんでさ、ホワイト、確かに確かに、そのタイガーは、あ、トラ、トラ、そう、ホワイトタイガーが、あの白い、あの体に、あの青の、なんかブルー、あー、逃げたのが、すげー、そう、その、なんか目がこう、澄んだ青色なのもまた魅力。あ、でも人間っぽい。逃げた。理由が人間っぽい。理由が、ちゃうちゃう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 、わかるわかる、わかる。なんかさ、みんな飼いたいの、モフモフの犬。ちゃうちゃういいよね。もう、とんでもなくモフモフで、ずんぐりむっくりみたいな。もう、あの、あれもう、ボフと、ボフボフボフって。かわいい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 。私、鳥を飼ってるんですけど、鳥が飛べないから、うんうん、あの、鷹を飼って、うん、一緒に飛ぼうみたいな。一緒に飛ぼう。一緒に飛ぼう。なんか、見た目とギャップがあった。鷹に乗って、乗ってた。乗って飛びたい。乗ったんだ。鷹ちょっと待って。怪しいかも。鷹に乗れるのか。鷹って結構怖くない？かわいい。もう、私、何回か襲われたことある。ガンガンハンとか。あー、持ってっちゃう。
かで、ここに泊まる、はい、あるよ、帰ってくるから、そうだね、確かに、そうだね、確かに、そんなこと好きなのかなって思って、何それ、ね、まあ、いいよね、みんな可愛いから、あれじゃん、フクロウダメですか、フクロウ、フクロウ、あ、グッド、あー、よかった、そうだよ、フクロウ、なんでフクロウ可愛くない、私、フクロウ好きなんですよ、可愛いな、好きだけど、フクロウ好きなんだよなっていう、え、でもあんまり思い浮かばなくて、そうそうそう、ペガサスとか思ったけど、ペガサス、わかるわかる、いると大変そうじゃない、大きい、そうね、ちっちゃくて、そう、それこそね、腕に乗ってくれたりするし、頭いいし、首回るし、一緒に行って楽しい、ちょっと待って、首回るし、首回る、なんかだってね、首回る、いや、私、わかちゃん怪しい、わかちゃん、え、本当ですか、うん、ちゃうちゃう、で周りも、周りもタイガーだ、そうそう、まずそのこのお題が何でも入るじゃないですか、だったらその、猫とかそれこそ犬みたいな、いつでも入るわけじゃなくて、それこそ私猫が大好きだから、猫科のちょっと トップにらへんにいるトラとかライオンとかそっちを変え、それこそ動画で幼少期からトラとかを育ててると、大きくなっても、ね、優しく接してくれるとかどんどん見たりするから、それ飼えるんだったら確かに飼いたいよって思う、人間一応人間ちゃった、すごい人間そう、そういう意味でなんかね、ちゃうちゃうじゃなくていいんじゃないかなと思って、でもボムの主体が、しかもこの感の面白がね、ちょっと本物あと昨日の双剣美茶も実は地味にちょっと怪しい、そうだね、昨日のも含めてね、そうね、うわー、では議論時間終了です。投票したい方が決まったら手を挙げて教えてください。なるほど、はい、ではいきます。投票3、2、1、3、アンナ指してる人、ミカミン指してる人、1、マリモちゃん指してる人、ゆずちゃんがいなくて、マカちゃんの人が4、おで、マカちゃんは鳥さんかな、はい、アンナも鳥さん、鳥さんが2ですね。じゃあ本日マカちゃんが追放となります。別れの言葉どうぞ。ちゃうちゃうは飼いたいでしょ私、人間、人間だった、人間だった、やっちゃった、やっちまった、さようなら、さようなら、ちゃうちゃう、ちゃうちゃう。それでは若ちゃんがいなくなって恐ろしい夜がやってまいります。では夜時間やっていきます。朝がやってきました。昨日人狼によって襲撃されたのはマリモちゃんです。マリモちゃん。そして、3日目のお題をお伝えします。はい、はい、家族にしたいキャラクターです。うん、キャラクターの家族の、どんな人、母、妹、父、母、いろいろありますが、にしたいかを考えてください。キャラクターか。じゃあ今日はアナから教えてください。はい、ちしゃ猫を弟にしたいです。お兄ちゃんにピカチュウ。どうぞ。ドラえもんを兄にしたいです。そうだね。ピーターラビットを弟に欲しいです。わあ、わかんない。はい。スイカのペンギンを弟にしたいです。それでは、議論開始してください。ちょっと、スイカ変な人？なんで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 ？スイカのペンギン知ってます？知ってます。まず、あの人、スイカのペンギンって言うんですよ、名前が。はい。他に名前ないの？すごいいいなってずっと思ってて。私、弟いないんですよ。自分が一番下のね。で、弟欲しいなっていうのも思ってて。で、めっちゃ鉄道詳しそうだし、鳥さんいろいろ遊園地そう、はいはい、あ、はい、うん、そうか、はい、でもなんか鳥ちゃんできるから分かる気もする可愛いでしょ、一緒に鉄道が想像できる、確かに、セッカのペンギン、そうか、可愛い、可愛いです、可愛い、しかもあの子グッズとかあってめっちゃ人気者なんだし、鳥さんはなんかもし変な人だったら言った方がいい、本当に疑われているんですけど、本当に普通の人です、本当に、はい、なるほどね、で、ゆりは、私はピーターラビットを弟にしたい、はいはい、なんか想像できちゃったピーターラビット似合うね、すごい雰囲気合う、うん、
もそも私ウサギのモチーフのものとかすごい好きだっていうのもあるんですけど、なんか私はあの弟妹いないので、なんかその無邪気にわーってなんか駆け回るようななんか弟とかいたらすごいなんかこっちが元気をもらえる気がして、なんかすごい明るくなりそうみたいな。いいね。人間っぽいよ。ゆうちゃん。私ドラえもんを弟にしたい。うん、兄か、お兄ちゃん。お兄ちゃんにしたい。うん、ドラミちゃんだ、じゃあ。あ、そうだ。ドラミちゃんだ。ドラえもんって、なんかいろいろ道具持ってるじゃないですか。うんうんうん、それで本当に世界を旅したり、とか一緒にドラえもんと一緒に旅したりとか、いろんなことをしたいんです。お兄ちゃんの道具が欲しいんだ。はい、道具が欲しいあの私マジで本当にそう思ってて、あのピカチュウお兄ちゃん絶対に愛してるよ、これね、本当に信じてほしいんだけど、私いろんなことを考えた、花澤くんをお兄ちゃんにする考えた、うん、けど、うん、あのね、意外とあのキャラクターたちって癖が強いのよ、うん、イクラちゃんを弟にとか思ったけど癖が強い、うん、でそんな中で、うん、ピカチュウってまずまあ可愛い、可愛いしすごくね、あの絆のあるの、思いやりがあって、仲間思いでまっすぐなのね、うん、最初はちょっとあのひねくれてるところもあったけど、一番まっすぐなのってピカチュウじゃないかと思って、そんなあの意志のある思いやりのある子がお兄ちゃんだったらなんかいいなって思う。でもピカしか言わない、そう、通じるくらいかな、かわいさも求めてる、かわいさ、まあかわいさはまあ結構優先順位そんなに高くないんだけど、でも通じてるよ、みんな通じてるもんだって、サトシとか通じてないよ、あれ通じてる、確かにね、サトシ通じてるよ、そう、絆絆、うん、なるほど、そう、まあまあまあ、アンナは私はチシャネコです、ね、あ、そうか、弟にしたい、チシャネコです、ちょっと大変よ、大変よね、あんなの大変よ、そう、すっごいいたずらっぽい、私さ、顔入れ替えたりとかさ、できるからさ、好きそうだな、人にさ、変わったりとか超したいの、なんかめっちゃしたいの、その顔も変わって、まあ、自分じゃない人間になってどっか行くとか、超あるから、それはちょっと意外とそういうね、あるもんな、そう、好きそうだな、ね、え、待って、いや、でもね、いや、え、そうなるとユリとかを疑わなきゃいけなくなってくる。ユリ人間。ユリの人間っぽいよね。ユリが人間で。鳥ちゃん。鳥はね、でもね、いや、フクロウとかペンギンとかが結構。いや、ペンギン結構さ。私ペンギン好きよ。いや、そうなの。そうなの。ペンギンか。え、な、なんか、なんかそれが鳥らしさ。よくやるよ、なんだよ。それでは、投票したい人を挙げてください。はい、決まったら手を挙げてください。それでは行きます。投票3、2、1、トン。鳥さんに投票されている方が3人、三上さんに投票されている方が2人。では本日鳥さんが追放となります。どうぞ。はい、ずっと疑われ続けてしまったな。トップコートになりたいし、フクロウは飼いたいし、弟はスイカのペンギンくんがいいです。バイバイ。鳥ちゃんがいなくなり、恐ろしい夜はやってまいりません。人狼の勝利です。やったー、やったー、やったー。待って、でもやばい、あれ、やばい、待って、やばい、誰だ。はい、役職発表いきます。アンナは人狼でした。三上も人狼でした。ひなや村人でした。マリも村人でした。ゆず村人です。バカ村人です。ゆり村人でした。鳥村人でした。つまりしらちゃんが裏切り者でした。ごめんごめん、いや、人間になっちゃった、なりすぎちゃいましたね。やばい、じゃあ人間だと思っちゃった。ということで、人狼と裏切り者さんはお題に嘘をついてたわけですけど、最初がなんだっけ、行きたいか、じゃあ裏切り者さん、なん本当は何て言ったかった、水って嘘ついたんですけど、本当はオロナミン C。 オロナミン C、 元気はつらる、そういうことです。
みんさんは。私が水かもしれん。海水じゃない、うん、海水じゃない。海水しょっぱいわ。アナ、はい、水じゃなくて、あ、水って言ったんですけど、メロンソーダ。あー、やっぱそうだよね。はじけるやつ。はじけるやつ。続いて2日目が、カエル。どんな動物でもカエルなら。アナは、ヘビって言ったんですけど、うん、本当はチーターが飼いたい。チーター飼ってそう。いや、ヘビは友達ん家行ってすごい怖かったの。ヘビってなっちゃったの。やったから選んだ。三上さんは、私はオラウータンって言ったんですけど、別にそうじゃないわけじゃないけど、な、特になんと思ってオラウータン。飼うならでもホワイトタイガーとか白クマとかかも。確かに。ちょっとそういう危なそうな動物を飼ってみたいなと。シロちゃんはなんて答えたかった？うわー、でも私は西表山で。全然決めない。飼えないっていうね。なるほど、賢いよ。何でもいいって言ってた。はい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 。いいね。それ賢いね。賢い。そして3日目が、家族にしたいキャラクター。はい。あの、いや、自社猫はちょっと嫌です。ちょっとね、痛くないよね。キャラクター何がいいかな、考えてなかったけど、まああれ、一番みんなのアイドルの、あ、はい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 、ネズミが、ネズミが大きなね。はい、いいですね。みかみんさん、なん、でもね、言うても花沢くん。花沢るいもある。花沢くん、花沢くん、お兄ちゃんになってもらって。なんか似合うね。うん、ちょっとお金もらおう。シロちゃん、BAYMAX ですね。わかんないわかんない。ほうほうほう、白い。白い。わー、大きい。違うのか。ベイが、ベイが最大値のやつ。そう、ベイが。確かにめっちゃいいね。家にいてほしい。守ってくれる。違いない。ああ、じさん、いいよね。いいね。という感じでしたね。はい、はい、ということで、毎日お大人狼いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントどしどしお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。